おはようございます。4月9日金曜日、今週最後の相場解説になります。時間は6時20分ですね。昨日の相場解説では下落の予兆が出ているよってことをお話しました。まあずっと上がっていけばもうね、臨界点を超えて下がる可能性がすごく高まっていくんですよね。まあ今でも上昇トレンドの途中ではあるんですけども、さあここで実際に昨日の相場解説通りに下がったんでしょうか。下がったんですよ。その辺からお話ししていこうと思います。では画面を切り替えてデイリーからご覧いただきます。どうぞ。これがデイリーでございますね。ここ下がったでしょ。あのヘッド&ショルダーとまでは言いませんけども、こう来てね、こういう風になってますよね。でこのまんま、N を書きながら上がっていくことが考えられるんですよ。上がっていくことは。しかし昨日の段階で、こちらですね、これが下がってきたことを認識した後の絵の描き方っていうのは、私は下落があり得るというお話をしたと思います。それをちょっと4時間で見ていきますね。4時間で見ると、はい、こういうふうにね、どこまで落ちるよというふうな予測を出したのが昨日です。ここですよね。ここの力点に影響するところまで一旦落ちて、まあ実際ここに絡んでいってますよね。まあですんでね、どこまで落ちるかってことは、概ね予測ができると思います。1時間を見てみますと、ほら昨日のあれですよね、レンジがここにあって、一旦下に下がってブレイクしたんだけども、上がってきて、でもう一回再ブレイクってお話をしましたよね。その後グニョグニョしながらここに新しいレンジを作ったんですけども、そのレンジをもうブレイクして下落に転じました。寝てる間に起きたことなんで私エントリーできてませんけども、起きていたら必ずここでエントリーしていたと思います。そしてね、下落が止まって今また上下左右に揺れているところだと思いますけどもね。だからこれが4時間でいうところの、1回4時間戻りますよ、4時間でいうところのここに絡んだよねってことなんですよね。見事に昨日予測した通りにここで止まったでしょ。だからこの後ブレイクが上の方に向かって、上の方に向かうとしたらこれがね、突き抜けて、引いてはここも突き抜けて上昇トレンドに戻っていくかなと思うんですよね。しかし今回これが今度ね、ゾーンからブレイクして下に行くようでしたら、おそらくここの力点をぶち破って107円方面に下落に向かうんじゃないかなと思うんですよね。このドラマが起きるのはおそらく来週です。だから今日はね、基本的にエントリーがなしで見るのも相場に戻ろうと思いますけども、まあ2つの仮説のうちどっちかですよね。これが来週起きるんではないかなと思っているところでございます。はい、まあ111円の方にねタッチしたんですけども、そこが行動の限界点だったのかなと。これからまあ別の外圧が挟まってきて、107円とかに収まるかもしれないですけどね。これはね、週足を見るとよくわかるんですけども、週足の方でも上昇の臨界点を迎えてるんですよね。まあ、これを来週また相場解説していきながら、来週の売り買いに生かしていこうと思います。じゃあ今週はちょっとエントリー難しいと思いますんで、まあいろんな突発的なね、動きも今日は考えられます。用心してください。それではまた来週。ありがとうございました。